ただいまの北九州の北橋市長のたった1分50秒の VTR、 3回も編集がしてありましたが、ギャラバッチ北九州の皆さん、これでいいですか？しかもギラバッチの応援をしているのか北九州の宣伝をしているのかよく分からなかったんですが、これでいいでしょうか？しかもあの北九州 の、 あのアニメの伝統ができたからあんまりサッカーには関係ないように思うんですけれども、まあ、何はともあれ、北橋さんの予想しましょう。アビスパ福岡ファンの皆さん、ようこそスタジアムにお越しいただきました。今日は2年ぶりの福岡ダービーということになりました。今日はアビスパ福岡にとっての、ありがたいお客様がやってまいりました。ギラバッチ北九州、これまでアビスパ福岡負けたことがありません。今日の試合、そして本庄陸上競技場でのこの2回の福岡ダービー、ファンの後押しで確実に勝ち点3それぞれゲットしていきましょう。そして今日はしっかり勝利をして、そして夜には美味しいお酒で福岡の街を盛り上げていっていただきたい。そしてギラバッチ北九州のファンの皆さんもですね、ぜひ今日は福岡で美味しいお酒を飲んで気分を変えて北九州に帰っていただければというふうに思っております。私は宇野茶が